回転寿司チェーンのくら寿司です。全国を22ブロックに分けて地元で採れた新鮮な天然の魚をそれぞれの地元の店舗で明日から週末限定で提供します。地産地消ならぬ地魚地食の取り組みです。全国チェーンの回転寿司でこの地元の魚をこう出すっていう機会ってのはなかなかなかったと思うので、そういう意味ではやっぱりこのまた私たちのような全国チェーンのお店を選んでいただけるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに期待をしてます。県内では瀬戸内海のスズキやサワラなど5種類の中からその週に取れた1種類が数量限定で提供されます。どのネタが提供されるのかは毎週金曜日に SNS で通知するそうです。瀬戸内エリアで提供される天然の小正鯛いただきます。いやー、コリコリとした食感で上品な甘みがあってとても美味しいです。くら寿司は魚をさばく職人を店舗に配置していません。このため水揚げした魚は大阪にある自社工場で加工し全国の店舗へ配送していました。今回の取り組みでは全国14カ所の水産加工業者と協力し、漁獲から加工、提供までを一つの地域で行うことで輸送コストの削減や地域の水産業の活性化を目指すということです。高齢化とか担い手不足っていうところで水産業厳しい課題いろいろこうありますけれども、地元の水産業、地元の漁師さんに還元をすることによって、その地域の活性化、水産業の活性化というところにもつなげていきたいなと。くら寿司はこの取り組みを明日からおよそ360店舗で実施し、8月には全国に拡大する予定です。